オールズ手指は右手親指上でオールズで親指軸にしてこう。右手が下でいけるけど。いけるもん。いける戻ってるよ。立てんの？うん。ガチ。じゃあ行こう。行こうか。どうもこんにちは。オールズ TV のお時間です。やってまいりました。オールズ TV のお時間ですね。現在は朝6時。だいぶ早朝からやってますね。もう10時半だ。6時からやっても早い時間もな。10時半。平気で嘘つくやん。6時のあれで結構ね、太陽さんさんやからね。やっぱ高いよな。高い。ということで今日は、その太陽さんさんの中、ポジションシュート対決、やっていこうと思いますよ。よっ！よっ！ルール説明はサイド、サイド、左サイド、左、バック、センター、右、バック、右サイドで、ポスト2箇所の7つかな7つで、より多く決めれた人の勝ちという至って単純なゲームでございます。それ、どこから聞いたこと。今回は1年生が2人参加します。今回1年生、推薦組の浅野です。お願いします。よっ、よっ、関です。お願いします。関です。よっ、お願いします。お願いします。ということで、新加入メンバー1年生の推薦組を兼ねて、はい、兼ねてじゃないか、加えて、はい、やっていこうと思います。お願いします。お願いします。それでは参りましょう。オール、オールズ TV のやつかな。あ、もう、こうやってる。待って、待って、待って何か、じゃあ、じゃあ、やってみようか。せーの、はい、どうぞ。あー、これどうしようね。買ったやつからやろうか。せーの、最初はグーちゃんで来い。せーの、最初はグーちゃんで来い。せーの、いらんやじゃあ、勝負ツアーは何番？3番。3番、はい。全部ないやん。アキは2番。俺1番行くわ。1番？男は黙って1番。はい。4番。はい、じゃあ、やっていきましょう。はい。こんなん行こうかー。ふぅ。1本目。はい。おい！1本。行くぜ。行こうか。まず1本決めた。よし、2本目。2本目。おい！あー、惜しい！2本目。何でもいいよ。最後は3本目。あー、惜しい！あー、惜しい！迷ってきた俺も気に入りながら、さっきいっぱい動けるなって。じゃあ、右へ。あー！何点今？4点。4点？3点やん。やばっ。本命いきます。おっ、さあ難しいなこっち。5分の3。5分の3か。じゃあポスト、ガチか。まずは左側ポスト変わらんやろ。おい、危ねえ。ラスト6分の4。6分の4ですよ。じゃあ、ラストいきます。はい。ウォー、うん、7分の4。じゃあ、7分の5。7分の5。よし、どうですか。いや、ちょっとやっぱり右サイド決めたかったっすね。右サイド、中心の頃は右サイドだったからそこだけ。あとよかった。そう、行けそうっすか。次行こうか。はい。じゃあ、貴重戦。うぅぅ、1本目。2本目。おい！おい！でかい！これでかい！うぅ！
わあ、まあ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 、5センターからな。3分の2 3分の2うわぁ最高。4分の3逆サイ、お前打てる、見たことねえそれ逆サイ。うわぁ6分の5あ、違うわ、5分の4入るよ。うぅ、6分の5精度こっさもん。で、こっち側か。うわぁ結果7分の6どうですか。最高、暫定1位。お疲れ、良いお年を。よし、じゃあ次誰。いや俺、次翔太。じゃあ翔太、今暫定1位は秋の6本。じゃあ翔太お願いします。おい、まずは着実に1本。着実って言葉そのものだったね。2本目いきます。うわこれはでかいね。自分のオーディション。そうだね、そうサロンネスで自分のポジションから打てるよ。あ、煽ってきた。大事、ちょっと止めてないからお前。うおい渋い、しょっぱいな。しょっぱいね今のは。おっ、まさかあれを使うのか。えぐいね。マグナムが。4分の3。さあ、問題の逆サイド。うわ！これはえぐい。アイコース。で。5分の4です。あと2本決める。決めれば秋と同点よ。ノーマークシュートやん。どっちが行く次。どっち おっさん、同点あるよ。同点あるよ。次決めたら暫定1位タイ。うわということで7分の6暫定1位タイ、はい、1位タイ、秋と同率です。さあ次行こう。よし、俺も帰ろう。じゃあもう帰った方がいいよ、生徒もだってもう何もないし。自分のポジションが楽しくもパッポー。一方その頃よし次席へ。まさか、これやるわ。やるわ。一本目ですよ。おお、まさか。席意外とサイド決めたね。おお。タケ、集中してよ。3問目。うぅぅ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 
ラスト生徒には勝てよ。うまい。これ決めたら生徒にはと同点か。もう外したら負けやぞ。たけナイスセーブ。突破。たけナイス。はい。おい、行くよ。じゃあ最後。エロいね。じゃあ結果7分の4です。7分の 4ということで結果発表してください。結果こっから7分の4、はい、4位、はい、はい、4位、3位、矢野。7分の5で1位が2人で7分の6。7分の6ということで、この1位を決めるためにサドンデスやろうと思います。よし、よっ。じゃあサドンデスのルールとしては、自分のポジションから打って外した方が負けということで、外すまでやり続けるということで、じゃあどっちが1位になるか対決していこうと思います。どっちがいいか。方向じゃあ翔太からいきます。サドンデス1投目、藤川君。外したら終わりのおい、まあまあまあ、藤川1本目成功。で、角度狭いしな。角度狭いしね。はい。うぅお互い1投目成功しました。じゃあ2投目、サドンデス2投目いきます。うわー、これやばい、やばい。あ、決めた、優勝。じゃあこういうやつ弱えよ、多分。こういう状況弱いです、彼非常に。うえーカン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 。はい、じゃあ結果1位で藤川くんが2位ということで、ということで優勝藤川くん。よっ、イエーイ、イエーイ。あー、こっちか。あ、間違えた。ということで優勝は浅野脇です。先日やった。ああ、どうやった？タケ。どうやった、タケ？まあ、みんないいシュート打ったと思う。ああ、一番無難なかもしれない。ネタなって思ったら草出るよ。草やな。だって、席、初参戦の席は。まあ、ちょっと緊張したんですけど。緊張したんですけど。楽しかったです。緊張しちゃったら、一本、タケ触らなくても真っ暗やった。できますから。じゃあ、ということで、はい、この動画見てくれていいなと思った人、高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。それではバイ。 OK。 いやー、この辺とか今回生徒めっちゃおちんすかれとるよ。